こんにちは、試験英語塾です。えー、っと、昨日はですね、日曜日だったんですが、あの、トイックね、あの、公開テストがあったらしくてですね、あの、トイックの公開テストがあると、あの、その、Twitter とかにね、あの、トイックの専門の先生とかがね、あの、なんかこう、 なんとか、ややなんとか、ね普通とか、なんか難易度表みたいなねあの感じ作ってくれて、そういうのねで受験生見て、であのやっぱこれ簡単だったのか、飛ばしちゃったな、損したなとか、そういう感じになりますよね、きっとね。それそれであのいいんでしょうけど、学習者の側から見るとね、もうちょっと結構面白い視点でですねあ、のあの今、先生についてね学んでる人は、やっぱりこのね先生があのなんとか、いとかね、普通とかね、 いやいやなんとかねあの思ったこの感じにシンクロさせていくっていうのが多分大事だと思うんですよ結構方策としてはいい方策だと思うんですねあの先生と同じ気持ちになるとそれだけこう勉強進んできて先生にも気持ちの上では少なくとも追いついてきてる っていうね感じがしますよねだから結構あの面白い視点だと思うんですね。あの例えばね、あのトフル、トフルだと多分60点ぐらいの人ね、トフルで60点ぐらいだと、うんまああの自分がやった問題ね、まあ、見ることできないんですけど、まあ見れたとして、あの難易度ねつけてくださいなったら、もう全部なんですよ。<laughs> あのなんか、超なんか、どっちかなんですね。だから、あのもう何意味,意味がない、そういうことをやるね、意味がない,い,いんですけど、これ勉強ねあのて 105ぐらい取ってる人だとやっぱり「難」「い」「普通」「やや難」とかねあの多分別れてバラバラバラってなってくる。 で、それは、あのそでそのね、あの分布がね、あの先生の思ってるのとまに似通って言うと、やっぱこう、先生に近づいてきてますよね、あのそのフィーリングの上ではね。いいことですよね。そういうのを一つの目標にしてあのやるっていうのはいいかなと思いますね。で、あの、同じね、問題、例えば、まスピーキングの一番とかね、ファミリアトピックあのにしてもね、あの、60点ぐらいの人が、あ、これ意外と簡単でしたとかね、あの ややなんとかね <laughs>。あの、なっているのと同じ問題をやった105ぐらいの人がね、意外にも、なんっていうふうにするかもしれないです。で、その時にね、もしかしたら先生もね、 なんててやってるかもしれないんですねあの勉強進んでくるとねこの問題やるにはもうこんなこともこんなこともあんなことも考えなきゃいけなくっておまけに比較もしなきゃいけないのでこれ結構難しいですよねみたいなねあのいうふうに感想を持つこともあるかもしれないでそんなことまで考えなかったんですね60っての人はね、まあ、当然あのス,ス,、まあ、スコアとしてはねあの難しいとか言いながらね105の人があいいんですよあのけどやっぱり気持ちとしてはこれ何だったな難しかったなとかねいうことになってるかもしれない でそれはやっぱり、あのその先生とあの同じようなフィーリングを持ってシンクロしてるんですね、だからやっぱり見る目が、視点がやっぱりあのあの先生に似てきたんですね、これはやっぱり結構なあの進歩ですよねあの、そういう視点がまだ60とかだと、ま、なかなか、ね、そこまで得られないですよね。 だその、今ね、あの、ラッキーにも、あの、先生についてね、勉強してる人は、そういうシンクロさせるのは重要だと思うんですね。で、そのためにも、やっぱ予習をちゃんとしてね、自分で、あの、自分の気持ちの中で、この何とかいね、あの、普通とか考えてみて、で、それで授業を受けて、やっぱこれ何ですよね、みたいな。こういう意味で何ですよね。あ、そうそう、そういう意味で何なんだよ、みたいなね、なってくると、これちょっと自分、やっぱできるようになってきたかもしれない、みたいなね、あのことにもなるかもしれないですよね。まあ、そういう意味で、あの、難易度表。ね、あの、単純に、あの、これは難しかった。これは 簡単だったっていうことを知るっていうことじゃなくってね、あの先生ももう主観的につけた方がいいですよね。あので先生の思ってる難しいっていうのにがだんだん分かってきたとかいうことでまた一つね先生に近づくっていうことにもできなるかもしれないのでね、あのそんな観点からも使ってみるといいかなと思ったりしています。